さあモノコーラ選手の登場です。天才メタレッカーの一人ですね、またの名をクソデッキ製造マシーンと、巷では、巷でっていうか俺しか呼んでないかもしれないけど、俺は呼んでいます。まあ本当に彼はねよくね生放送とかでも顔出してくれるんですけどね、あのね、まあ、簡単に言うと天才ですね。意味わからんカードを、活躍させる天才です彼はね。で、おいいね、いいじゃん、いいんじゃない、結構これは反応がいいね。でちょっとこれは送るから別によくて、で高等儀式の効果を発動、高等儀式の効果によってで距離5キボルト、5キボルを墓地に振り、俺は最強の史上最強の根治族モンスタージャベリンビートルを儀式召喚、そしてターンを終了していこう。さあどんなデッキなんでしょうか、一体全体。なんだろうな、ちょ意味わからんカード、お打点使の追放って結構普通の動きやな。まあでもコンボパワー的にはね、あの打点使って結構まあ、ドローソースとして活用できるんで結構ね、あしかもまたライフ払えるしね、ライフ払えるし、そういう多分ね俺予想なんだけど、有機10代レベル、まあ、要は20代使ってるんで多分ね超融合とかなんじゃないかなって思ってるね。スキルはちょ分かんないよまだ、今コンボパーツを集めている状態なんでちょっと楽しみに待ちたいなと思います。ちょっとなんとなく予想していこう。今んところ何も分かんねえな、スペルビアとあのイシュタムしか出てこないし、アドバンスドローで引いてたけどちょ分かんねえな。あっ、ナイスナイスナイス、光の霊道の効果を発動、光の霊道の効果によって、フィードのモンスター一体を選択し、そのモンスターの打点を通常モンスターを墓地に送ることによって上げていく、そして手札より超装甲兵器のブラックアイアン G を特殊召喚、ジョージ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 テラフォーミングよし、さあどういった、イシュタムの効果を発動、追放を、選択してイシュタムを手札に加えながら追放を戻していく。なるほどなるほど、龍一。さあ一体何が起きるんでしょうか。ちょっとコンボパーツとかまでそのグダったら飛ばすかもしれません、こういう場面はね。さあそろそろ準備が整った感じあるけど、サイバードラゴンか、わからんな、何がしてんだ、ちょっと全然わかんねえ。ブラックアイアン G 来た、ブラックアイアン G を、じゃあねなんかちょっとあのガープ送りつけられたんですけども、とりあえずちょっとテラフォーミングしていきましょう。ジョージ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 テラフォーミング、はっ、よし、ターン終了だ。さあ来い勇気10代さんよ、一体何が起きるんだ。究極の力来た、やっぱりな、超融合まで読んでた、超融合までは読んでいた、ここまでは読んでいました。行きまーす行きまーすって、なんかとりあえずなんかバトルしろって言われてるんで、バトルをしていきましょう、バトルをしろと言われてるんで、とりあえずバトルをしていきます。さあ何を、 DNA 改造手術 OK で、種族を変更、機械族に変更、なるほど、あー超融合、マジカルシルカット、マジカルシルクハット、なるほど、マジカルシルクハットで、ババア来た、あ、なるほど、で、ガープで叩き起こされるはは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 は、熟女芸人じゃねえかよこれ、ババババ、あなたとババアで超融合ってこと、熟女大好きかよ、熟女大好きじゃねえかよこれ、ビアンケと合体しただけやんけやば。さあ大神選手、いつもね大神くんはね、ねあのロマンに溢れてるね、ロマンに溢れがち、なんか結構ね
あの他の人とはね、また一線を画すね、なんかロマンチストみたいなのがあって、結構ロマン砲みたいな打ってくれるんだよね。で、青き目の剣士、オッケー。青き目の剣士で白石、オッケー。いいよ、いいんじゃない。ワンダーワンド、いいね、デッキ回ってるね。はいはい。でワンダーワンド装備して、ワンダーワンドをリリースすることによって2ドローしていく。これね、シンプルに強いんだよね。このワンダーワンドをあの乙女に装備するとブルーアイズ出てくるんで、結構ね、そういう動きも結構強かったりするんですけど、普通に使うと。で、エレメンタルヒーローを誰とでも押すと、植物でどういうさ、その間具合の仕方、これどういう間具合の仕方をしてるの。割と気持ち悪いよね、割と気持ち悪い。なんかそのグローアップバルブと、誰とでもネオスがなんか絡み合って出てくるブレイブネオスなんか想像するとすげえ気持ち悪い、なんかで、おいいね、回ってんね、ワンダマ、いいねいいね、回って、手札めっちゃ多いね、いいね、なんか回ってそう。これ結構強いんだよな、この動き。1枚デッキを圧縮してサーチしながらまた2ドローするんで、結構ねデッキ回ってる感じあるね。まあ、とりあえず僕は何、ひたすらにコンボパーツが揃うのを待つだけっていう感じなんだが、さあそろそろ来るかな。デッキの枚数が0枚になっていく。融合きた。さあブルーアイズで融合なんだろう、多分ブルーアイズ、ブルーアイズ、ブルーアイズで融合なんでしょうね。さあブルーアイズ、ブルーアイズ、ブルーアイズ融合してアルティメットドラゴン出てくる。召喚ムービーは見よう、かっこいいんだよ。意外とさ、アルティメットドラゴンの召喚ムービーって見ないよねマジで見なくない、このモンスターの召喚ムービー。出してる人ほぼほぼ見ないからね。さて即座に下敷きにしていく。でブルーアイズシャイニングドラゴン、シャイニング松坂はね、このドラゴンを、僕の生放送で出しすぎてシャイニング松坂っていうあだ名がつきました。シャイニング松坂のゆえんはこいつを出しすぎたからです、彼のね名前は。今と現れよ、ブルーネオブルーアイズアルティメットドラゴン、かっこいい、かっこいい、この盤面。さあさらに竜への鏡使っていく。ドラゴンズミラー、墓地のモンスターをゲームから除外し融合召喚していく。さあ何が出てくる。あー、かっこいい、すげー、かっこよ、この盤面やばっけない、超かっこいいんだけど、超かっこいい、やばい、社長してんな、これはロマン砲だ。さあお次はルシル選手、どういったデッキなんでしょうか。なんかね、ラーの抑心竜をねデッキの中に入れといてくださいって言われてるんですよ俺、まあ、何が起きるのかっていうのが気になりますけどね。なんかとりあえずモンスターは並べておいてくださいっていうのは言われてる、モンスターは並べておいてくださいっていうのは言われてる。まあだからそれはまあ最低限やっていくとして、まあ、何がしたいのかだよな。あとはあとね、ディスティニードローがしたいんだって。だからね、ディスティニードローをさせるわ俺。マドブチクロワンさんのここ2100にして、でこれで多分ディスティニードローができるから、でメッセンジャーと召喚してでバトルしていこう。2100殴ってあげればこれでディスティニードローができるんで、多分これで引きたいカードが引けると。さあ一体何を引いてくるんでしょうか。いやー、なんかわかんねえな。20結構多分デッキ多いから芝刈りとかなんかな、ちょっとわかんないね、芝刈り系なんだな。あ、フューチャーフュージョンか、なるほど、未来融合フューチャーフュージョン、キメラテックとかですかね、キメラテックとかそっち系のカードなんかな。まあ30枚ででも未来融合するってなったらキメラテックとかなんじゃねえかなと思うんですけど、まあ、とりあえずちょっと待ちますか、一旦相手の動きを。でなんかセットモンスターはなんか殴っちゃダメみたいな感じだったんで、まあ一旦待ちましょうか。さあ未来融合フューチャーフュージョンの効果発動でいっぱい墓地送れるんじゃないかな。キメラテック、やっぱそうね、キメラテックオーバードラゴンの融合条件はサイバードラゴンプラス機械族 N 体以上みたいな感じなんで、なんかなんだか、うすげえ、めっちゃ送られた機械族、どんだけ送られるめっちゃおる、グローブ入ってるし、なるほどね、すごいな、なんかめっちゃよかった。18体とか送られたのかな、18体とか送られていく。サイバーフェニックスも召喚、なるほど、
サイバーフェニックスはなんか、対象にトルコからなんか一回無効にできるみたいな、そういうやつだったっけ。で、未来融合フューチャーフュージョンの効果発動。これで、君のデック、オーバードラゴンを特殊召喚し、14,400! つえぇ水曜水曜水曜で、ブラボン、オッケー、ブラボン効果。なるほど、それ蘇生、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、で、で、はぁ、あ、はぁ、あ、なるほど、で、そこでシンクロ召喚、なるほどね、オッケー、そこまではいいよ、オッケー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 。ただ殴られたら死ぬだけか、これ。それやったらちょっとネタとか弱いが、違う、何がしたいんだろう。多分ね、これだけじゃないんだよな、あとね、なんかね、送るって言ってたよ、なんかカードを送るから使ってくださいって、なんかあのカードを僕送るんで使ってくださいって言われてて、で攻撃表示でモンスターは立てておいてくださいっていう風には言われてます。なんでそのカードが送られてくるのを待ちみたいな感じですかね。何が送られてくるんだろうな。てか今10何連だこれ、14,400 だから 14,400÷800 で、18連だ18連だ。なんだっけあいつ、エターナルエボリューションバースト18連ドアっていうね聞いたことないわ。でこれは手札を選んで手札に加えて2000回復する、 OK。 なるほど、でレインボーライフか、なるほど、レインボーライフを攻撃宣言時に使ってくると、なるほどなるほどなるほどですね、 OK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  了解した。で君のデックの攻撃になんかね、レインボーライフを使ってほしいんだよ多分、だからつまりはまだか。で残りデッキ1枚が何かっていう話になるのか、 OKOKOK。 でラー来た、ラーは来た、ラーは来た。さあ、あとは、どういう状態でどういうことになるのかちょっとわかりませんが、とりあえず殴られるってことでしょうか。さあ、ハーフシャット来ました。ハーフシャット来た。オッケー。なるほどね。使えばいいんだな、攻撃宣言時に。いいだろう。レインボーライフの効果発動。レインボーライフの効果によって、手札を打ち合い墓地の送り。俺は、このターン、受けるダメージは全て回復に回るぜ。やばい、めっちゃ回復する、めちゃくちゃ回復する、やばい。何連打したっけ、18っつった、18連打、やっば。無限ライフ回復コンボ、これ何すんだろう、これどうすんの、この後このライフを、なんかさ、そのライフ逆転するみたいな方あったっけ、そんな方あったっけ、なんかその現世と冥界の逆転みたいなさ、その相手の自分のライフ公開するみたいな方あったっけ、そんなカードないよね。どうすんだろう、これどうすればいいの、俺わからんわからん。13万、なんかどんどん増えていく無尽蔵に増えていくぞ。どうなってんだこれ、やばいこと起きてる。あと何連打すんだよ、今何連打目、これやばいやばいやばい。エターナルエボリューションバースト、何連打、 N 連打やっば、どんだけ回復する、やばいやばい、どんだけ回復する。23万きた、ついにライフポイントは24万を突破しました。お、止まったか。サイバネティックフュージョンサポート来ました。サイバネティック瞬間融合、なるほど、瞬間融合からの、またこれあれか、いや、サイバネティックフュージョンサポートは墓地のモンスターも素材にできるっていうカードなんですよね。で瞬間融合は速攻魔法で融合を手札から、打てるカード、バトルフェーズに。だからまたこれちょっと待って、ちょっと俺なん、どんだけ回復するの俺、ちょっと待って、これやばいこと起きてる、ガッチでやばいことが起きた。今度は18 19 20 21 22 23 24 25連打、キメラテックオーバードラゴン、いけ、俺は勝利の腕をリスペクトする、エターナルエボリューションバースト25連打聞いたことない、聞いたことないよ、なんだよ25連打って、やばい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 71万ってやばいだろ、サイバーまだやんのかよまだやんのかよ、やばすぎるだろこのデッキ、どんだけ回復すんだよ、俺のライフいくつにしてんだよ、いくつにして、それでラー、それでラーいるってことが分かったわ、これ俺出さなきゃいけねえんだ、俺分かった、あった、なるほどね、ということで、だから俺ラーの抑止竜を出せってことね、このライフで
オッケー、わかった。ちょっと待ってて、みんな。すごい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 、100万超えた。なんだこのライフポイントは。やばいこと起きた。120万超えた。なんだこれ。やばい、やべえだこれ、やっば。さあ、じゃあちょ待って、ごめん、マジで俺知らんかったからさ、ちょっと知らんかったからさ、俺ちょ3体並べてなかったんだ、ごめん。でも引いてっから許して。ラーは引いてる、ラーは引いてんだ。オッケー、分かった、了解。そういうことね。いくぞ勇気。降臨せよラーの抑心流。攻撃力123万1450、ゴッドブレイズキャノン。天才すぎー。